ちょっと一冊読んだ漫画の話をなんかしたいような気がしてたけどしてなかったんでしたいなと思って、つい先日最終巻が出た漫画で、半沢かおり先生の「コミックガールズ」っていう漫画があるんですね。で、この漫画を私は知ったのは、アニメ化をした時、アニメが2018年の放送だったかな。で、アニメ化されますって言って、で、主演を演じるのが、赤尾光さんという声優さんで、まあ私は当時から赤尾さんは注目してた方だったんで、それで作品を知ったっていうきっかけなんですね。で、どんな漫画かっていうと、高校生の女の子たちが、高校生で、で、漫画家の子たち。まあ、で、もうちょっと上の世代、大学生とか、多分学校出たぐらいの人たちもいるんだけど、そういう人たちが、寮に一緒に生活をしながら、漫画を描いて、切磋琢磨していくっていう。だからまあ、いわば時はそう物語みたいな漫画なんですけど、そんな内容なんですよ。で、主人公は、ペンネームがカオス先生という、高校生の漫画家の子で、で、彼女はその東北の方から、まあ、上京してくるんですね。で、結構センスはあるっていうのは、編集部の人とか、周りの一緒に漫画界で漫画家の人も認めるんだけど、ちょっとね、その独特なセンスがあって、こう、なんて、いわゆるだから、漫画雑誌に読み切りが載るとか、まあ連載をするとかっていうものに対して、まだまだ道が遠いっていう感じの子で、で、彼女を中心に、恋愛漫画を描くのが得意な子とか、あと、いわゆるラブコメっていうか、もう完全にラブロマンスみたいな漫画を描くのが得意な子とか、あと、正体は隠して熱血のヒーロー系の漫画、ダークヒーロー系の漫画を描いてる。でも本当はそれは描いてるのは高校生の女の子の漫画家なんだけど、それは秘密にしている子とかが、みんな主な子たちがいて、で、彼女たちが漫画家としての活動の様子だとか、あとは、まあ学生として学校に通っている様子だとかっていうのを描いた漫画なんですね。で、やっぱりその漫画家が集まる寮って、やっぱドラマがあるなと思って、最初は割とそのカオス先生が、なかなかうまくいかないところの、まあちょっとコメディ、の要素があって、まあその、なんていうのかな、面白い要素っていうのは最後まであったんだけど、やっぱり徐々にいろんな登場人物が出てくることで、人間ドラマみたいなものが生まれていくわけですよ。例えばさっき言った、ヒーロー漫画を描いてる子、まあ、翼さんっていうんだけど、翼は、お母さんから漫画家として活動することを実は認められて、あんまり認められてなくて、そこの家は実はお金持ちで、まあそのお嬢様として育ってほしいっていうふうに言われてて、でもやっぱり彼女は漫画を描きたくて、いわゆる母親に挑むように、自分の主人公を投影してね、漫画を描いてる一面があるとか、そんなのがあったりとかね。あと、途中から登場するキャラクターで、カオスたちは高校生、高校1年生なのかな、最初始まった時は高校1年生なんだけど、カオスたちよりも学年が下の若い子たちの中で、2人、女の子がいて、まあ、ミキとクリスって言うんですけど、で、ミキは、ストーリーテラーとしてはすごく優れてて、で、漫画は、まあ、結構いい漫画を描くんだけど、
ちょっとイラストの絵の力がまだ若いって足りないっていうところがある。で、一方クリスは、まあ、SNS のなんかでも活躍してる。いわゆる SNS で漫画を載せて、話題になるタイプの漫画家で、で、まあ、結構その、時代っていうか、時流をつかむ絵がうまいんだけど、でも、彼女にも実は悩みがあって、で、まあ、ここからちょっと結構コミックガールズの後半のネタバレになるので、まあ、あんまり読んでみようかなと思ってる人がいたら、とか、あと、なんか読んでる途中の人で、ちょっと気になってこれを聞いてる人は、もしいたらね、ちょっとそこから先はネタバレ、こっから先はネタバレになるんで、まあ、後で聞いてもらうといいかなと思うんですけど、クリスは自分のオリジナルの物語が作れないっていうことにすごく悩んでるし、コンプレックスを抱いてるんですね。その、でエッセイ漫画とか、そのツイッターに、そのツイッターっていうかツイッターではないんだけど、まあ、SNS か、SNS に、その、今起きてる出来事みたいなものを書くのは得意なんだけど、自分で一からストーリーを作り上げるっていうことは彼女は苦手で、それはすごくコンプレックスになっている。で、さっきの名前が出たミキーは、結局物語はすごく作れるんだけど、どうしても画力がもう少しあればっていうところで、その、連載に、を取るか取らないかのコンペに、まあ、落ちてしまうんですよね。で、彼女はそれを、ラストチャンスだと思って、もうそこでもし連載が取れなかったら、もう漫画家はやめようと思っていた。っていうところに、クリスが、実はその、ミキの原作で、自分は絵を描きたいんだっていうことを編集部に、話しに行くっていう、それはミキには一切言わずにね。で、二人はやっぱりちょっと性格がなかなか合わないので、水と油みたいな感じだったんで、寮に一緒にいて、同じ部屋で暮らしてたんだけど、あんまり馬が合わないと思ってたんだけど、実はお互いに欲しい才能が相手が持ってるっていうね、そういうコンビだったことが分かって、二人はコンビを組んでデビューするんですよ。なんかすごい、藤子不二雄先生は両方ともね、絵も描けるし、ストーリーも描けるお二人がやったんだけど、まあ、これは藤子不二雄先生のようだと思ってですね、まさに漫画家を描いた漫画だと思ったんですよね。だからその辺からね、ちょっとやっぱり話が変わってきて、で、カオ先生も実は一つ自分の才能が開花するのが、実はカオ先生ってすごいオタクで、可愛い女の子がすごい好きなんですけど、で、その、あるアニメーションのスピンオフの漫画、スピンオフのパロディを書いたところ、それが、いわゆるコンペに通って、コミカライズ作家としてデビューするんですよ。で、初めて単行本も出るし、その、アニメーションの、例えば、その、打ち上げみたいなところに初めて行って、みたいな経験もいろんなことをするっていうことがあって、そこで一つ才能が開花する。で、あとは、その、翼も、自分の書いた作品がアニメになるっていうね。この辺は多分、もしかすると、その、コミックガールズ自体がアニメ化をしたっていうことの影響で、その、先生がいろんなところに、まあ、アニメ化になる漫画を描く漫画家の先生っていう立場になったりとか、あとおそらく実際にアニメの会議とか、アフレコとかいろんなところに立ち会ったことがあるのが影響してるのかなと思うんだけど、まあ、そうやって世界がちょっと広がるんですよ。で、最終盤に向けてカオス先生がその目指そうとするのは、オリジナルの作品で連載を取りたいっていうふうに思う。で、その連載を取りたい理由が、編集者の人に、と、その編集者の人はね、結構厳しいこと言うんだけど、厳しいこと言うってことは、才能を買ってるからなんですよね。で、その人が担当編集者でいるうちに、連載を取りたいって思うようになるっていう、この、人のために何かしようっていうふうになるところが、ちょっとカオスのその、優しさっていうか、すごく人を見てる感じ。
自分、まあちょっと割とね、自信がなくて自分を卑下するタイプなんだけど、それだけに、それなんだけど人はね、のことすごくよく見てる、カオスらしさが出てて、で、まあ最終巻になると、じゃどういう作品だったら自分は、その、連載を取れそうな漫画を描けるのかっていうことを考えたときに、あるアイディアに思い立って、で、そのアイディアっていうのがね、カオスの実家っていうのは和菓子屋さんなんですよ。で、まあ、お父さんとお母さんが、二人でやってる地元の和菓子屋さんなんだけど、で、実はカオスはお父さんのことはすごく好き。で、まあ、お父さん、その男の人のキャラクターを描くと大体お父さんみたいになるっていう感じだったんだけど、そこでカオスが急に思い浮かんだのが、その、和菓子屋を舞台にして、で、まあ、女の子が出てくる漫画なんだけど、その女の子のモデルをお父さんにしようと思いつくの。だその自分のお父さんをその美少女に擬人化する。で、その、まあ、和菓子屋で起こる出来事を描くっていうところに思い至るっていうのが、なんかすごく、なんか結構遠回りはしたんだけど、そのカオスが自分が好きなものを好きな方法で漫画にするっていう、その、なんていうの、表現方法を見つけるっていうのがね、結構グッとくるんですよね。で、まあ、それで、まあ、連載が決まってっていうところまで描いて、まあ、完結っていう感じで、まあ、確かにこっから先を描くってどうするかって考えると確かに難しいし、うん、なんかすごく余韻が残るエンディングで、まあ、これで良かったのかなと思います。で、最後にカオスは、その、この漫画、で、漫画家寮をね、高校卒業するのかな？で、要は、まあ、出ていくことになるんですよ。で、彼女は、その、この寮で過ごした時間のことを漫画にしてみようかなって話をするっていうね。だから結局それ、その、コミックガールズっていう作品が生まれる前の段階を実はこのコミックガールズという漫画で描いてたっていうことでをちょっとまあ感じさせて終わるっていう、まあすごく綺麗なまとめ方だなと思いました。うん、そう、アニメもなんか私はすごく好きで、で、まあアニメになったところまででも面白いんだけど、やっぱこの漫画ってさ、その完結までがすごく、そっからアニメで描かれなかったというか、アニメではここまでっていう感じだった。アニメだと確かね、カオスが初めて読み切りが、漫画雑誌に載るっていうところが決まるところだったかな。そこまででもすごくいいんだけど、やっぱりそっから先登場人物が増えて、いろんな、人と人の関わりがあってね。そう、実はあと、寮には、寮母さんっていう、まあ、みんなの面倒を見てくれる人が一人いるんだけど、実はその寮母さんが、元、まあ、結構相当伝説の漫画家みたいな、その作品はすごい少なかったんだけど、ものすごく印象に残る漫画家で、で、その寮母さんが、その、寮に、で暮らす女の子たちを見てるうちに、創作意欲が湧いてきて、再度デビューするとかね。結構ね、いろんな要素が入ってくるんで、後半すごくいい、後半もいいんですよね。だからこれ、アニメで描くの、完結編をアニメで本当はやってほしいなというのはすごく思うんで、どうだろうかと思います。私はコミックガールズアニメ2期を待ってますっていうのを、一応この、原作完結まで読んでの感想ということで、終わろうかなと。